浅草キギングスとは、日本の競争馬である。主な勝ち倉は2007年の菊花賞、木更木賞、2009年の京都記念、阪神大賞展。2006年10月の東京にて競争馬デビュー。この年3戦2勝という成績を残し、翌2007年には、木更木賞にて逃げ切り勝ちで重賞初制覇を記録。この勝利により、賞金的に春のクラシックへの出走を確定させた。 ことから、浅草キングスはトライアルを使わずそのまま本番へと向かう。迎えた、日本ダービーでは、サツキ賞、NHK マイルカップともに敗退という結果を受け14番人気と評価を落としていたが、ビクトリーが少しで遅れたこともありスムーズに先頭に立つとそのまま直線に入り、最後はウォッカにかわされながらも2着に入った。秋に入り喫下賞へと駒を進めた同馬は、 ダービー、神戸新聞杯の内容を変われ4番人気と支持を集め出走戦闘集団の様子を伺う形で5番手あたりにつけると直線に向いてからは粘る北斗するンを交わし、後ろから追い込んでくるアルナスラインとの競り合いを制し、GI タイトルを獲得。この勝利の他日本ダービー2着という実績、また同年の NHK マイルカップと日本ダービーは、 ヒンバが優勝したことから JRA 賞最優秀3歳母馬に選出されている。2008年小馬となった浅草キングスは春秋天皇賞など中長距離 GI5 戦を含め6戦に出走。天皇賞では一番人気に押されるなど GI 戦線を賑わせたもののみ勝利という結果に終わる。また宝塚記念においては最後の直線で左右にふらついたことから インィライミと名称サムソンに不利を与えてしまい、名称サムソンに起乗していた竹豊が、レース後怒りを嫌和にするという後味の悪い一幕も、あった。菊花賞以降未勝利が続く、浅草キングスであったが2009年初戦となった、京都記念では直線、直戦、桜目がワンダーとの叩き合いを制止優勝、続く、阪神大象展でも雨で、馬場が渋る中、最後は、 内から伸びた光る風笛との叩き合いを制止連勝。前年秋は関東圏への輸送を考慮し控えめにされた調教が結果として裏目に出た同馬であったが入念に仕上げられた今春は重傷連勝と結果を残し GI は復活をアピール、自走天皇賞春の結果次第では外線門賞への出走も視野に入れられることとなった。 しかしその天皇賞を一番人気に応えられず吸着、敗退。これを受け海外遠征は白紙となり、国内路線に専念するも以後は制裁を欠く内容が続く。後に管理調教師である大久保は、天皇賞以降、同馬が不振に陥ったのは、十馬場で行われた2009年阪神大商店の反動という感じがすると見解を述べている。 アサクサキングスは2010年以降も現役を続けたが、怪我のためほとんどレースに出ることはなく、2011年の宝塚記念16着を最後に現役を引退。引退後は、北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションで、種母場として2016年まで繋ぎようされ、種母場引退後は、故郷の八代大ファームで乗馬となる。ありがとうございます。